いよいよ来る日も来ました。私自身もホークスも昨年と違ったピリピリしてやっております。私なりナビにチームも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。大きなことは言えませんが、一生懸命全力でぶつかっていきたいと思っています。全試合出場ね、これを目標にしてるんですからね。あとそれには成績ついてくるなと思いますけど、今年はチーム日本一と個人記録3割30本30盗塁、そしてダイヤモンドグラブベストナイン目指して頑張ります。よろしくお願いします。今年は優勝と130試合全試合出場を目標に精一杯頑張りたいと思っています。いろいろ期待されてるんでね、その重りにならないように、自分の力を発揮できればいいと思ってますけどね。とにかく130試合フル出場するということです。具体的な目標として、数字には、打率3割ぜひとも打ちたいと思います。前で言ってるようですけど、今年はグラウンドでピカピカに光ります。よろしくお願いします。完全復活っていうのを私自身のテーマで今年は臨んで野球生命をかけてますから、期待に終えるようとにかく全力投球で臨みたいと思います。東尾さんの場合にはね、開幕投手も多かったんで、ね、今年こそ勝ちたいんじゃないですか。確かに1回ぐらいしか勝ってないですかね、僕。ずっと、セーブやってずっと、死んだら負けてるっていうしね。困ったですね。投げて勝ちたいんですけどね。目標としましては、当面250勝という大きな目標がありますので、これを早いこと達成しまして、チームの優勝に大きく貢献したいと思います。やっぱりブーマーでしょうね。一番マークしなきゃいけないと、やっぱり去年水取ってるでしょ。だからまだ今年取らすわけにいかないしね。で、自分自身で取りに行かなきゃいけないし。頑張ります。そうですね。知らないピッチャーに当たりますからね。どういう風になるかなっていう気持ちはありますけれどもね。やるしかないというところですね。西武の伊藤君、そして阪急の藤田君に、負けない、その若い人に負けないようにね、どんどんやっていきたいと思います。昨年のような、悪い成績で終わることはないと思います。昨年同様、阪急ブレーブスをより一層ご声援お願いします。去年3割打って、規定打数も足りると思うんですから、今年はやっぱりそれ以上3割以上打って、ホームランの方も去年は10本ですから、なんとか倍にいきたいです。抱負も目標も一緒です。とりあえず元気でマウンドへ上がること、この一言です。そして今シーズンはどういったプレーをするかということなんですが、それはですね、私もえらいこと言ってしまったなと思うんですが、投げちゃいかんということを言ってしまったんですが、少々打たれようがとにかく投げんと粘っこくですね、最後の最後まで総根投法を披露します。どうぞよろしく。やっと私たちの正月が来ました。明日から開幕ですけど、精一杯頑張りますからよろしくお願いします。年もそんな長くありませんしね、できるだけ一生懸命やって、優勝に貢献できればこれはもう最高だと思いますので、願わくば優勝する瞬間のピッチャーになってみたいと思いますけど、それが一番の夢ですけどね。今年のもう一つの僕個人の目標として最多勝というのがありますので、ぜひ取りたいと思います。まず怪我をしないで1年間フルに働くということが第一目標で、最低15勝を目標に頑張ります。チームもこのところ低迷が続いてますので、僕がとにかく一つでもたくさん勝ってですね、チームに貢献したいと思います。去年と同じようなね、そういう気持ちで、開幕臨みたいなっていう、いいスタートを切りたいなっていうね、そういう気持ちやっぱり強いですね。目標は優勝以外ありません。皆さん、私のバッティングを見にこの球場にいらしてください。今年もよろしくお願いします。山があったり谷があったりしますからね、シーズンには。だけどもそういうものをね、乗り越えてやろうと、そういう意味で本当に僕自身が一番期待してるんじゃないですか。今年は開幕からもう、そうですね、開幕出しというかチームも僕自身も、ベストな形で入れると思いますから、もうベストな状態で挑みたいと思います。とにかく迷わないで前向きにどんどん取り組んでいく、また打っていくということを、モットーとして今シーズン1年間頑張っていきたいと思います。ホームランの方はやっぱり昨年より
多い数字っていうとやっぱり40を目標にしてやっていきます。だからもうとにかく燃えることですね。もう燃えたプレーしか僕は見せることできないしね、他に技術云々とかいうことは誰も望んでないと思うしね、そういう意味ではもうとにかく目いっぱいボックスの中で燃えてね、それでお客さんに見に来てもらいたいと思いますね。全部ベンチに入って、25セーブ以上して優勝できるように頑張りますから、よろしく応援してください。よろしくお願いします。今年ちょうど30を迎えますので、やっとこうプロ野球人としての第一歩を踏み出すような気がいたしますので、この30代の10年間をね、素晴らしい野球人生だったと、ファンの皆様に言われるよう、頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。やっぱり勝ち負けは別にしてね、やっぱり一生懸命やるんだ、やってんだっていう形はプロですから、やっぱり出したいなと思います。名球会である200勝、残り9勝なんですけど、まあ、あんまり数にとらわれることなく、1試合でも多く出て1試合でも多く勝てることを望んでいます。目標はとにかくチーム全体で優勝を勝ち取ることなんですけど、個人個人の成績を上げていくことで、それはなんとかチャンス出てくると思います。やっぱり緊張した野球っていう風にしたいですね。優勝争いだとか、そのタイトル争いだとかね、そういうものっていうのはやっぱり選手にとって一番こう、まあ、緊張して燃える時ですからね、そういうシーズンを送りたいと思います。